しの姿を見つけたんだけど、こんばんは。また見てくれましたね、嬉しい。水沢由美の I love it、今日でですねもう8回目になりますよ。全部見てくれてますか？見てない方はまた YouTube で探してみてくださいね。今日もですね、私の相棒きょうちゃんのお店クーからお届けします。ありがとうございますよろしくね。というわけで今日のゲストは前回に引き続きですね、この方、渡辺裕之さんです。なんかいいですね、初めてのメンバーと。ねえ、きょうちゃんのピアノのせいでトニーさんのサックスですから ね、 ね、初めてやりましたけど、なんか、まあ、初めてやることはただ経験してますけど、やっぱり何かやっても初めてのメンバーっていいですね。
すごく新鮮で、緊張があって読み合いがあって、で読み合いが成立するとなんかすごい絵も言われぬこう快感というかね、演奏しながら、そう、まあ、あうんのね呼吸っていうことですよね、あのジャンベは今日お持ちくださったのね、あのお家の中にはどんな楽器があるんですか。まあ、ドラムとドラムセットが3セットあって、はい、集めコレクションにしているシンバルがいっぱいあってですね、 あとスネアドラムが7台ぐらいあって、はい、あとあの電子ピアノがあって、スネアドラム7台 ?7 台あります。すごいです。どんだけ広いんですか。そのうち 5台はあのオールド60年60歳とかそんなんです。あ、すごいですね。あとシンバルも50歳60歳のが何枚もあって、はい、今日持ってきたのはシンバルは2枚、お持ち、50年代50歳、50年ものかな、55年ものかな。ジャズだとこう昔のに作られた、今はなかなかあのその音が作れないっていうシンバルをこう求めるんですね。硬い音になっちゃうんですね、バンバンっていうね、まあ、通称オールドっていうんですけど、はい、ジャンベはもともと僕パーカッションをやってた時期があって興味があって、ああそうですか、あのラテンのパーカッション、コンガとかティンバルとかですね、はい、あのマラカスとか、はい、よく知ってます。これはあの、その当時はあんまり知られてなかったんだけど、そうですよね、割と最近ですよね、ここ20年ぐらいですね、もう20年ぐらいですかね、でもあの皆さんに知られるようになったのここ 7、8年ぐらいですよ ね、 じゃあで今はもう楽器屋さんで、ね、これは安い時期に買ったんですよ。ああそうなんですか。今こうやってすごい手に入れようと思うと5、6枚します。これもあのジャンベもやっぱりあの年齢があるんですか。年齢が立ってる方がいいの。いそれは分かんないですもうあの、まあ、本当にアフリカで作られた木、木をくり抜いて作って、あのこれはナットで締めますけど、紐でこう締めてるものも持ってるし、いろんな、ね、木のタイプもね、もろに木っていう感じのそれとこのタイプが2つ、現代版のですね、この、これはあのグラスファイバーですけど、そういうのが2つあります ね、これ便利なんですよ。どこへ持ってっても軽いし、あ、一つでね、1個でいろんな音楽に対応できるんで、そうですよね、ドラム的な感じに、ね、できますね。唯一対応できしづらいのがあの4ビートというジャズ の、 あのスイングのリズムにはちょっと、だラテンとか8ビートとか、そうですよね、16ビートのものだったらなんとなくこう対応できていくかなと、なるほどね、あと民族音楽みたいな、あ、そうですよね、はい、ちょっとあのなんか いつも私が聞くこうジャンベだともっと低いなんか割とブンブンブンって書くのがあったので、なんかすごく新鮮な感じ、若い感じがした。そうですか、でももちろんいろんな音出してらっしゃいますけど、全般にこうチューニングは高い方なんですけど、はいはい、逆にあの例えば飲み屋さんになんかに行って、そこにボンゴとか置いたんでしょ、みんなチューニング低いんですよね。あれは本当はもっとこう多分湿って伸びちゃってる。いや多分そこまで怖くてチューニングみんなしないのかなと思うんだけどね。あ、そうか、ね、あのお三味線の皮もね張ってる方がいい音するんですけどね。張って高くチューニングしていて、深い音を出すっていうのが、ああそっか、私も一応コンコンって高いんだけども、はい、高いんだけどジャズなんかはね、高いんだけど深い音を出せるんですよ。そっか、ボーンっていう音が、あ、なるほどなるほど、まあ、そこがいい、ね、あの叩きがいというかね、醍醐味というところもあるんですけど、芝居のあのね大人の芝居と若い人、ね、芝居結構僕高めにチューニングしていてなるべくこうまろやかでドーンと深い音を出したり、レンジが広い方がいいですね。あのこの前あの、ね、いつもあの体を鍛えてらっしゃる、1週間に一遍は必ず 1時間1時間やらないですか、弱ぐらいは、はい、あのいつも体を作ってらっしゃるっていうふうに言ってましたけど、はい、あれだけドラムとか聞かせていただきますとですね、相当練習されてません？やっぱりドラムですか？ドラムとか、筋肉運動じゃなくてドラムね、筋肉のこの間聞いたのでドラムもやっぱり1週間に何回かは、あのまあ、20分でも30分でもセットに座って3拍子やったり4拍子やったりってやりますけどね。本当はあのお家にご自宅にスタジオになってる、スタジオじゃないですけど地下があって、はい、そこでやると上にあまり外には聞こえないので聞こえないようになってるところ、家族にも迷惑ならない程度に、ブラシはあの夜中でもできますから、ブラシは結構やりますよね。だからあの地下だとちょっとあの湿気たりしません？
そういうのも完璧に作って、それは湿気ないように作ってあるので、あ、さすがですね、でも楽器はね湿気にすごく、ね、ね、弱いですからね、どんなオタクなんて、ちょっとオタクを見てみたい。いやいや大したそんなでもないです。そうですか。でも、うん、ほらなんかこの間ラジオやってたら、オレンジでやらないみたいなことを言ってくれませんね。そう、地下でできますよ。ね、ただあのそう、あそこのスタジオ、ユミネさんのユミネさんやめて、ユミさんで、ユミさん、ストモさんもいますけど、どこでもできる感じだもんね。そう、どこでもね、でもあそこちゃんとしたスタジオでやってるのかと思うと違うもんね。なんか会議室みたいなとこでもいいし、あそこだったらうちでもできるかなと思って。会議室だけはやりたくないんですけど、あの、それは撮ってくださる人がいるもんですから、はい、その方の言うことを聞いてるっていうことなんでございます。まあ、うちでもね、なんかそのくらいはできるぞ、うん、みたいな感じ、まあ、あの時はね、なんかどこでやろうかって困ってたみたいなんで、うちでもいいですよ、うちでよければみたいなこと言いましたけど、結局ね、はい、今度ぜひお家拝見も兼ねて。いや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 、取りますよ使用料。あ、そうです、すごく高くなっちゃうね。すいません、今日マネージャーの方いらっしゃる、よろしくお願いします。あ、ダメだって。じゃあまあ、 はい、それは置いておいてですね、あ、これからのご活躍とかっていうのはどんなことですか。これからですか。あんまり決まってないですね、はい。あ、でもなんか言っちゃいけない映画だとか、映画はだから、はい、去年撮ったのが、はい、あと 4,5 本やったのが出てきます。そういえばあのお芝居はあんまりやらない、舞台の。やってますよ。あ、そうなんですか。やってますよって、昔からやってるわけじゃないですけど、はいはい、なんかあの年老いてから改めて、僕あの劇団に入っていた、年老いてないから大丈夫。劇団に入っていた時期がもう1年足らずでデビューしてしまったので。あ、え、どちらの劇団だったんですか。あの、まあ、そんなにメジャーなところじゃなくて、劇団演奏舞台って、今でもありますけども、はい、当時のその団長みたいなのはもう亡くなられていないんですが、はい、本当に小さなところです、はい、でそこで何でしょう、あの、うん、卒業公演みたいな形で、文芸座ルピリアというあの小さな池袋 の、 あの劇場で一回だけ おかげ参りっていうのに出ただけなんですよね、はい、でもその頃は何やってるのか分かんないまま、うん、その劇団にいて、はい、まあ、俳優論っていうスタインフラフスキーの、本を買って読んでたりですね、はい、そんな勉強されたんですか。ウイロウリをこう暗唱してですね、あと、ちょっとやってみてください、ウイロウリ。いや、もう覚えてないです。昔、親方と申す。そうそうそう、拙者親方と申す。拙者親方と申すは、ご存知の方もおありましたよね。結構、あの、ブクバク、ブクバク、ミブクバクとやったりし、した時期もあって、あと、地下鉄の車両と車両の間で、大きな声で、あの、おーい、雲よーって言ったり、なんかわけもなくそんなことをやってたりした時期もあったんですけど、現場の経験値だけでここまで来てしまったので、まあ、ある年になってから改めて基礎が必要だよって思って、ワークショップがあったら率先して行ったりですね、お芝居の話が来たらやりますって言ってやって、で稽古からずっとやって、はい、ああみんな柔軟やるんだ、なんで柔軟なんかやるのがやっぱり必要なんですね。でも今なんか柔軟はやらない方がいいらしいですね。そうですか、うん、体をね柔らかくするのはね余計体に良くない、うん、本当そう、この前テレビで言ってましたよ。そんなに俺柔らかい方じゃないから、だからあの、はい、だからこう少しリズム感を作っといて、うん、はい、稽古でも、うん、あの本番でも、うん、やっぱり早く行って柔軟をみんなやってますけど、はい、まあ、適当にやりながら発声をして、はい、でステージをこう自分 の、 の使う場所だとかを確認しながら、うん、場当たりをしながら、うん、それはあの毎回やってますね。ああ、でやってること自体が、うん、はい、今までそのやってきてなかったので、うん、あの初心に戻るっていうかね、初心じゃねえな、うん、基礎に戻るというか、それを今大事にしてますよ。だから、ああ、あの芝居の話は、舞台の話はたくさんあります。で、うん、結構去年も2つやったかな、3つ、2つ、う、うん、もうぜひご一緒に、今年もいろいろ話来てます。やらせていただきたいです。本当ですか。あの、書き下ろししてくださる人がいるので、あの渡辺さんが生きるような役を作ってくれ、まあね、また今持ってないものを引き出してくださるようなものを書いてもらって、でそんな感じでなんかできたらいいなと思って、
あのもうそこ2人芝居とか3人芝居、うん、もうすごい狭いとこですけど、狭いと嘘つけないじゃないですか、お客様に、うん、だからもう映画と一緒なんですけど、まあ、一緒ではあるんですけど、だから声は別に大きく張る必要もないんですけど、本当の自分の芝居をすれば、うん、もう本当目の前の息がかかるくらいのお客様、ね、下北の本当に100人ぐらいの劇場で、はい、小さいところでやったことあるんですけど、はい、そこはもう三方がお客さんなんですよ、50センチ向こうがお客さんで、うんうん、でそこであの取り調べの一室 の芝居をやったんですが、あ面白そう、まあ、あの仲間というか後輩がいっぱいいて、映画を一緒にやったやつらなんだけど、うん、彼らは経験があるけど僕は初めての時に、ひろきさん緊張します、目の前がね三方お客さんですからねって言われてそうなのかなと思って、うん、まあ、稽古して本番初日迎えた時に、うん、逆に三カメで取られているような、うん、なるほどね、全然そうやりづらくなかったんですよね。あ、じゃあこっちのお客さんには、うん、俺は裏を見て芝居してるっていうような、だから気は抜かないで済むし、なんかすごく生き生きとしてやってました。あ、よかったですね。それはね、よかったか悪かったか分かんないけど、変な緊張はなかったです。うん、反対にね、舞台の方っていうのはこの、ね、細長い世界の中を、うんうん、そのどうやって生かすかみたいなね、うん、使い方するの で、ね、そういった意味ではそれすごく良かったっていうか、向きだったかもしれない。あったように書いてくれた役じゃないけど、まあ、どっちかというとそういう役に恵まれることはほとんどないですから、役に近づけていきますよね。うん、で近づけていってそれを掘り下げていく作業を役作りはするんだけども、うん、はい、でもやっぱり本当にこう当て書きしてくれたらそれはそれでね、うん、僕の知っていない僕をその人の印象で書いてくれるわけだから、それはまた面白いかもしれないですね。そうですね、また新たな自分を発見したりすることができるかもしれないですね。だから、ね、面白い、初めてのことをやるのは直にお客様がそばにいるっていうのはすごいですよね。まあ、芝居って毎回毎回初めてなんだけど、ええ、同じところで、うん、何回やってもね、ええ、でも去年は初めて、はい、朗読劇をやらせてもらって、はい、違う世界で勉強させてもらったのと、はい、暮れに、まあ、たまたま引き受けてイベントの仕事が実は大衆演劇の中で役があったんですよね。ずっと出る役が、はいはい、大衆演劇の人ってのは 毎日やってるわけですから、うん、500以上の演目があってですね、はい、だからまあ前日に2時間ぐらい合わせればできますよなんて言われて、それはないですよ、何やんのって分かんなくて、うん、とりあえず映像ありますって言って彼らがやってる映像を見たら、はい、これは2時間絶対無理と思って、うん、これはもう日本舞踊からならなきゃいけないと思って、あ、なんかフェイスブックで時代劇の、あ、そうあ、はいはい、あれやってよかった。まあ誰に習おうかなと思って、まあ、演出家で佐藤信っていうのがいるんだけど、うん、彼に彼は師範、花江義流の師範を持っていて、はい、演出もするし、うん、それから自分も役者もやるんで、はいはい、ちょっと教えてくれよって言ったらいいですよって言って4回その基礎から教わって、うん、で最後はもうとりあえず形にしましょうって見栄を切る形を何パターンかやってってやって臨んだんですけど、うんうん、はい、それはもういい経験だった。すっごい緊張しながら慎重にやったけど、うん、やっぱりステージに出て芝居が始まると自分がわからないようなバカ力みたいなのも出るし、その空気の中で化学反応が起きたりすることもあるし、うん、そのお客さん その熱にこう熱を借りて、うん、リアクションすることもできるしね、うんうんうん、そういった意味で2つ最低2つ新しいことを経験させてもらってね、これも全部こう糧になっていくんだろうなと思いますけどね、うん、そういうことで、うん、なんか勉強も面白いですね。なるほどね、芝居の勉強も面白いです。何でも勉強になる。ちょっと見栄を切ってみてください。今ですか？はい、忘れちゃったよ。せっかくこうやってね、うん、はい、どうぞ。男は木で食え、生子は巣で食えって言って、やっちゃまかせの捨てこいなぁと。
握手ちょっと忘れてますけど、はい、もう少しこう腰が座って、はい、あのスムーズにできてましたけど、ね、そうね、でもあの時はちゃんと衣装もね着てた、お客さんも優しくて、ね、見慣れてるお客さんなので、はい、それはオペラと一緒にやったんですよ。オペラとの コラボなんで、はい、面白そう。あの彼らにとってもあの初めてなんだけど、まあ慣れてるから、アドリブは出るしっていう中でやって、うん、で僕がそのやってない僕っていうのは分かってるわけだから、はい、お客さんは、それが見栄を切ってそのちゃんとやったっていうことに対する拍手がねすごくあったかかったです。よかったですね。最初はこう やるとね笑うんですよえやるのっていう感じなのね。その笑いがあったかい笑いで、うん、で決めるとすごい拍手が来てよーって来たりね、あれも初めての経験ですね。よかったですね。よかったです。ちょっと気持ちよかったですか。よかったです。よかったです。悪くなってよかったです。あれじゃあそのうちやんなきゃよかったっていうのは一つもなかったですよね。やってよかったっていう、やってよね、うん、分かるような気がする。じゃあメイクなんかも楽しんで。いやメイクはもう本当にね、うん、前日に行って、はい、あれずらって合わせてませんよねって世界なんだけど、うん、あ大丈夫大丈夫どれか合うからみたいなそれ本当ですよ。前日のその夜に、うん、夜の10時頃に入って、うんうん、そこから場当たりみたいにしてしかできないんですよ。もう座長があここはここでこう言ってこうやってですから、でこう立ち回り やって立ち回りでどんなことない、あ大丈夫だ、簡単なやつって言ってもちょっと一度見せてくださいみたいな、うんうん、そういう世界なんで、うん、でまあずらあずらあ普通時代劇でずら合わせやるよねやらない大丈夫ですよって、まあ、持ってきてっていくつか被ってあこれでいいですよって結構ねそのがっちり作ったって、うん、時代劇なんかその映像でやるよりも倍までいかないけど結構大きめなんですよ、うん、で頑丈に作ってあって毎日やりますから、うん、で羽舞台も1枚で、はい、でその座長がメイクを自分の持ってきてこうやってつけてくれるんですけど、結構すっごい眉毛になっちゃったりしてありがとうございますって言っていなくなってからちょっとこう直しました、うん、これメイクいらねえやみたいな、うんへでもそんな経験もやったりとか、うんはい、これから何かしたいこととかありますか。いやこれからね、まあ、逆にどんなものがあるのか分かんないですけど、あの来るもの拒まずで、うん、西岡徳馬さんが、はい、もうそんなに先長くないから、うん、もう選ばないで何でもやるよってやれよって言ってた時期があって、はい、それをテレビで言ってたこともあるし、一郎みたいですね、来た球は打て、ね、来た球は打つ、もうあの選ばずやっていこうかと思いますよね。うん、あのまあ、でもやっぱりイメージが固定イメージがずっと作られてきてしまったこともあるので、うんうん、それを払拭するような新たな面が出てくるようなものの方がいいですけど、うん、あのまあ、来た仕事は選ばずに、うん、表現できるものであれば、ええ、あの何でもやっていこうと思います。私ね、あのリズムってすごく大事だと思うんですよね、ええ、やっぱりあのお芝居の上手い人ってリズム感のいい人ですよね。あ、それもありますね、うん、すごく僕はもうすごくそう思います。ドラムやってるおかげで、うん、その辺はなんかいつも感じてます、うんうん、と思うんですよね。だからこれからもまたもっともっといろいろなあの役にね、うん、ぜひトライしていただいて、またもっともっと素敵なあの渡辺裕之が出てくるかもしれません ね、出していただきたいと思いますので。本当に、ね、俺天然らしいんですよ。天然ですよ、私も。え、そう、そう言ったじゃないですか。いやいや私もね、私もね、あ、分かります。でも俺は自分でその天然だってことは分かってなくて、はいそういうもんなんですよ。私だってそう思ってないのに、うん、みんなが天然って言うからしょうがないから、そういうもん天然かなって、うん、自分じゃ分かんないですよ。分かんないのが天然なんだけど、ね、真面目にちゃんとやってるのにね。いやでもそれが逆に表現者としては、うん、それが出るといいなと思って。で天然だから出そうと思っても出ないんだけど、出る出る、出そうと思っても出ないで天然ってだから天然なんですよ。そうだから天然の人はね、作らない方がいいですね。こうしよう、あしよう、そういうものを出せ、うん、引き出せる場所ね、うん、じゃあ作りましょう。そういう仕事が来るといいなと思ってますけど、ね、いやいやいや、もう絶対ね、うん、あのいろんな広がりあの渡辺さんはね持ってらっしゃると思うから、あのかもちろんかっこいい男もできるし、ずっと思ってることだけど、僕はね、うん、2枚目でやろうとはずっと思ってなかったんですよ、うん、役者になる前から昔小さい頃から、うん、あのどちらかというとちょっとコミカルな
いいと思う。映画なんかに惹かれてましたから、はい、だからフランク・シナトラファミリーとかってあのね、うん、ジェリー・リュイスがいたりサミー・デビス時代、まあ、シリアスな芝居するけど、うん、基本的にこう笑いがあるじゃないですか。うん、いいですね。私もそのやっぱり二班っていうか、そう今のね、うん、そうやりたいんだけど、うん、ぜひやってもらいたい。デビューした映画からずっとやってるのが刑事役とかなんかそういう二枚の、まあね、なので、あのほら、あの映画のパンフレットの中にこう入ってる写真でお医者様の役やってる、ある町の高い煙突、あれはねこれから先すごくお医者さんの役なんですよ。でしょ。で僕は茨城出身なんで、はい、あの茨城 の映画は必ずこう出させていただくんですけど、ああそうですか、何があっても出させてくれって、はい、でその時にあの来た役なんですけども、あれは日立鉱山の、はい、実話なんですね。でその、はい、お医者さんの役、日立鉱山側に、まあ、専属でいるお医者さんの役で、うん、そこにあの、まあ、敵方というか そこの村の塩害で煙の害で止まっていて、はい、いろんな運動をしているところの代表、はい、前村長だったその村の重鎮が中台達也さんなんですよ、はい、で中台達也さんとの芝居があるんですね、はい、なんでしょう、こうピュ、大御所たちがやる現場って、うん、その感性と感性がもうナチュラリズムの中で出来上がった現場って化学反応が起きるんだなっていうことを経験したんですけども、ニヤッとするはずの中台さんがカッ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 と笑い出してでそれで武坂さんも笑い出して、でそれを二人を見て俺も笑って笑いながらまた向こうに目線をやったっていう芝居をしたんですけど、なんか本当に芝居らしい芝居っていうか生きた芝居ができたシーンだったんですよ。うわ、よかったですね。お医者さんでね、うん、で全部その持ち物、はい、カバンだけ向こうかな、うん、あとこの白衣と眼鏡と、うん、それからメイクでこう、あれちょっと髪の毛ボサボサにして、あれがすごい良かったんです。自分で自前で持ってって、あの白髪っていうか、あの白髪はこのままこのままです。あ、そうですか。別に作らずに、ちょっとボサボサにしたと。あれすごくいい顔ですね。あれはね、あれはもう見たいですね。本当にその楽しみ、お芝居のその化学反応の現場が、はい、多分こう生涯僕の宝物ですね。あのうわいいですね、あのワンシーンはね。いや、その上手い役者さんと一緒にやった時ってすごく楽ですよ ね。楽っていうか全然違うことが起きますよね、うん、ね、はい、舞台もそうだけど、私昔あの映画で、はい、映画ってあのテレビドラマだったんですけど、緒方健さんがね、生きてらっしゃる時もあのおみやさんっていう番組で、もう長回しの監督なので、一発で行くよみたいな、でもページが 3,4 ページあるくらいのやつだったんですよ、うんうん、で一応あのリハーサル1回やって、もうあの2回目だったんですけど、リハーサルと全然違う、お茶も違うとこに出てし、お茶飲んでいいのかなとかいろいろ考えていや思ってたんですけど、もう全然本番もう全く違う芝居しちゃったんですよ、うんうん、しちゃったんだけど、どうでも受けてくれるから、うん、だから、ね、もうそうなると2人で合わせられるんですよね。そう受けてくれるね。そうだから新人の方とやってると、相手の人は受けて、まあ、もちろん上手い方は受けてくれるけど、受けて くださらない場合もあるじゃないですか。ちゃんと語尾を言わないと相手のセリフが出てこないとかっていう方もいらっしゃるじゃないですか。そうですね、うん、あのほらその時の雰囲気でそうは言えなかったりとかあるじゃないですか。でもそれ聞いててくれてないと全然その話も違うところに行っちゃったり、うん、あのまた元に戻して最後のセリフを言わないと彼女は喋ってくれないとかね、うん、そういう時があったりするじゃないですか。でも上手い方だとどうにでも反応して、ね、もうかえって面白くなったりね、しますよね。自分が考えも覚えないような結果になったりね。そうですよね、うん、でその時はじゃあもう本当に意見がもうぴったり3人で、うん、まあ、いろんな思いしてますけど、うん、いい思いしてるけど、うん、これはね、まあ、憧れたあの方とっていうこともあるし、うん、でもよくそのね憧れてるとなんかちょっとドキドキしたりとか、うん、その緊張して、いや楽しみだったんです、うん、すっごい楽しみで、うんうん、で無名塾の方があの主役やってますから、それであの中谷さんもその重鎮の役で出てるし、そこでよし俺は無名塾入れなかったけど無名塾の一員のつもりでやってみようと思って、
死者を見て、はい、その通り の, あのシーンになってました。すげえなーって感じた時のまんまのシーンになってましたね。よかった、ね、よかったと思って。そうなんですよね、うん、思った自分が思った絵柄となんか違う風に映っちゃう時ってあるんですよ ね、 ね、うん、テレビなんかこんなだったのって、こういう風になると思ったのになと思うのが、ね、とかねありますよね、うん、それはそのまんまでしたね。ひろきさんなんか自分でこういう風にアレンジしたいなとか監督的な、ね、目で思ってると、ここはこうだろうなと思ってるとそうじゃなかったり、うん、大事なところがカットされてたりね、え、なんであれカットしちゃうのとかってあります。でもそのまあ、その松村監督ももう3本目なんですけど、ずっと茨城三部作には出てるんですが、うん、あの自由なように発想したものはやらせてくれるんですよね、うんうんうん、そういう恵まれた環境もありましたけどね、いやもうそりゃそうでしょう、のびのびとやっていただくのが一番ね、うん、いいものが出てくるんじゃないかなって思いますし、ね、そうやって宝物が増えていくのがもうたまんないですね。でも水戸を大事にされてて、生まれ故郷、はい、ね、いいですね。私東京だからなんか割とふるさと感がなくて。あ、そうか、それはもういやでも関町っていうところなので妻も言ってます。あ、そうですか。東京あの生まれ育ちなんで、うん、ふるさとっていうものがないっていうね。そうなんですよね、うん、小さい時からね、お友達とこう学校とか行くとみんなね、おばあちゃんだからに帰るんだとか、うん、あの お父さんのね国に行くよとか、そんな感じでふるさとに帰るみたいな。でも我が茨城はずっと認知度に人気度が最下位ですから、はい、あ、すいません、茨城ですよね。茨城です。すいません私っていう僕も僕も茨城気をつけないと茨城って言うんですけど、これはなまってて茨城になるんですかね。いやいやいや、そうじゃなくて、ある、まあ僕は違う説を持ってるんだけど、はい、あの方言とか訛りとかっていうので、はいはい、ある県だなっていうふうな認識があると思うんですけども、逆に茨城県人って微濁音がきれいに発音できる、うん、ガギグゲ語が発音できる、上手に、ね、ガギグゲ語とガギグゲ語がちゃんと区別していける。あ、それ素晴らしい。やっぱりということを誇りに思って僕はいいと思うんですよね。あ、いいと思います。だから茨城なんですよ。あ、なるほど。これが言えない県の人は茨城になっちゃうか、茨城になるかね、茨城でしょ。そうなんです。いや、っていうふうに僕は思ってます。いや、よく私茨城だと思ってたら、うん、いや茨城ですって言われたんで、あ、そうなんです。でなんかそういうふうに言う人もあの県人同士の会話じゃ茨城って言ってるんですよね。あ、そうなんです。じゃあ茨城でいいんだよいいんだよって言っていいのかな、分かんないけど。それとなんか他にはないその方言でね、一言でもう100以上の意味を表す意味がある言葉があって、うんうん、いやどうもっていうのがあるんです。それは僕はあの監督した映画の中で使ってるんですけど、でそのそれをあの分かったあの市川監督がね、音楽は白井孝子さんがやってるんだけど、うん、白井さんがいやどうもっていう音楽を作って、それを YouTube に上げたりして、でいやどうもっていろんなあのそのシチュエーションによって意味が変わってくるんですよ。ずっと会ってなくていやどうもっつったら久しぶりだね。あ、そうです、そんな感じですね、うん、いやどうも、なんか失敗した時にいやどうもって悪いねごめんなさいねとかね、いい言葉です。なんてゴルフで打った、いやどうもスライスしちゃったとかね OB だとかってそれだし、いやあのいいショットの時だって、いやどうも寒いねという、もうその場で みんなわかるんです。あのみんなわかる、茨城の人はその一言で、茨城の人はね、うん、っていう便利な言葉があったりですね、いやどうこれを笑いじゃなくて便利でしょっていう一つの文化ですよっていうのが、ね、うんうん、それからシャンメっていうのがあるんですよね。シャンメ、シャンメ、シャンメってしょうがない、しょうがないっていうことなんだけど、まあ千葉でも言いますけど、はい、青木プロなんかがよくシャンメって言ってましたけど、これ一つのその言葉の文化というか、うん、茨城県人としては仕方がないっていう意味なんだけれども、うん、シャーメって言った時にはもうありとあらゆることをやり尽くして、うん、もうやることをやったと、だからすっきりしてシャーメなんですよね。あ、なるほど。っていう時に使うのが僕は正当な使い方だと思ってる、うん、あの方言の一つなんだけど、あ、そうなんだ。そういうのがあったりするんで、はい、どうして最下位なのかわからないこんなに面白い
こんなハンサムな方も生まれてるのに。ここはいいんですけど、日本一の産物がいっぱいあったりですね。日本一 の産物ってどんなものですか。レンコンとか、キャベツとか、すごい長いレンコンなど、栗とかですね、はい、それからにあのお芋、初めて、はい、あのラーメン発祥というか食べた人は三つ栗子ですから。あ、本当？餃子もそうです。そうなんだ。ステーキもそうだし。あ、なんか取られちゃってますよね、うん、他の県にね。それから、ツェッペリン号というね、はい、飛行船が、ま、あの戦時中にドイツから来たんですけども、うんうんうん、それがあの寄港したというか、着いたところがあの後の筑波航空全体、うん、予科練になったね、うん、あの飛行機が飛んでくるところですよね、ゼロ戦が、うんうん、そこでありますし、はい、だから空のあのにも地の利があって、うん、それから、朝廷というかあの江戸に物を運ぶときに、うんね、はい、陸路は水戸街道があって、なるほど、それから川もあって、はい、霞ヶ浦からこう水路があって、はい、だから陸海空全部あって、今は筑波で宇宙になってるっていうから、そういうなんか文化とか流通の中心的な、はい、ところが茨城なんですよね。わかりました。そういう誇りが茨城出身の渡辺博之さんに今日は来ていただきましたすみません、今日本当にいろんなお話をいただきまして本当にありがとうございます。いやどうも。茨城の皆さん頑張ってください。いやどうも。でもいやどうもということで、今日はありがとうございます。いやどうも。いやどうも。やったー。